こんにちは、たけろです。今回はですね、去年も、来ましたオロスというウェアですね。皆さん、注目していただいてありがとうございます。なかなかちょっとこう特殊なウェアでしたよね。この動画の冒頭でも流してますけども、黒くて、で僕結構体重があるのにすごくすっきりとしたデザインでね、なんかまあいいや、はい、こうスタイリッシュにこう見えるっていうのはね、ちょっとまあ機能とは別の話なんですけど、はい、そういったウェアを去年レビューさせていただきました。そして今年もですね、またご依頼をいただきまして、ちょっと改良したりとか、あとはまあいろいろねこうあったんですよ改良した部分が、はい、なのでそのウェアが新しく届きましたんで、そちらをこの動画でレビューしていきたいと思います。はい、では行ってみましょう。はい、ということでこちらはですね、去年のウェアです。見覚えありますよね。オロスというねロゴが入っているウェアです。そして、こういうデザインですね。基本的にはこうブラックで、内側がオレンジというものでした。はい、で、先にですね、このオロスのウェアの特徴ですね、何が他のウェアと違うのかっていうのを話してから、ちょっと今年のものとの比較っていうのをしていきたいと思います。はい、でこのウェアですね、オロス社が出しているウェアなんですけれども、何が普通のウェアと違うのかというと、これ綿が入ってません。ですよね綿なきゃ寒くないみたいな感じなんですけど、綿の代わりに特殊な素材を使っております。はい、それがソーラーコアという薄さ2ミリの、まあ、断熱材みたいなものですね。でこれが NASA でも使われている素材を初めてアパレルに入れたのがこのオロス社ということになります。はい、ということで去年来まして、僕滑ったところでレビューさせていただきました。暖かいっていうよりはすっごいこう寒いところで滑ってましたけど、寒くないっていう感じですね。でそのひんやりする感じとかもそんなにこう気にならなくて、普通にこう滑れました。でその暖かい動向っていうよりも動きやすさですかね、その綿がないからこうモワモワしない、すっきりとした感じで、むしろというか、その来たところからスキーセンターから外出るときに、こんなにこうスカスカしてて大丈夫かなみたいな感じでこう出たときに、あ、全然大丈夫だみたいなことを感じたウェアです。デザイン的には今年のものよりも去年のものの方が、何ですか、その素材が入ってるのがちょっとこう分かりやすいと思うんで見てもらいますけど、こういう感じで、断熱材が入ってるんですよ。こうね、こうブロック状になって入ってます。はい。あとでちょっとまたね、詳しくお見せしますけど。で、デザイン的には、ちょっと細身ですね。スノーボーダーの方とかもレビューしたりしてるんですけど、やっぱスノーボーダーの方、特に最近は結構ゆったりめで、ダボッとこう着るのが、まあ、以前にも増してこう流行ってるのかな、なんかそういう傾向みたいなので、逆にスキーヤーでも結構ダボッとしたシルエット、某メーカーって言ったらあれですけど、結構他のメーカー、いろんなところが結構ダボッとした感じとか出してきてるのかなっていう感じはします。はい。なんですけど、これは逆にちょっとこう細身ですね。腕周りとかも立体裁断みたいな感じでスッとしてるし、膝周りもですね、シュッとしてたりします。はい。で、去年は僕、このジャケットだけだったんです。パンツじゃなくて、ジャケットだけだったんでパンツは試してないんですけど、今年はパンツもありますので後からそちらをお見せしていきたいと思います。で、機能面に関しては、今年も去年も、基本的に変わってないです。機能面というか基本スペックですね。はい、ですので例えばですけど、一番メインとなるそのソーラーコアっていう素材ですね、これの配置、どういうところに配置してるとか、そういったことに関しては、すごく研究されているそうなので、汗抜けがちゃんといい、っていうものですね。あったかいし、ちゃんと汗が抜けてくれるっていうように、その断熱というか、このソーラーコアを配置するところっていうのはしっかり設計しているという感じです。はい。そこは去年と変わらずですね。で、細かいところは去年と変わっている部分がありますので、そこは、じゃあこれから紹介していきたいと思います。はい、ということで今年のウェアですね、出してみました。はい、もうギズギですよね。内側がね
グレーになってるんです。だからこれ去年僕もね多分動画でちらっと言ってたんですけど、オレンジじゃない方がいいよね、ちょっとポップな感じになるよねみたいなことを言ってたんですけど、まあ、他の方からも多分ご意見あったみたいで、そこは統一っていうかシックな感じにね、したようです。で、パンツが、今回グレーにしてみました。ブラックがあるんですけど、グレーにしていますという感じですね。はい、じゃあ、後でね着てみますけど、去年と今年の違いっていうものをちょっと見ていきたいと思います。まず一つ目、もう、先ほどお見せしましたが、内側がですねオレンジからグレーに変更になっております。なのですごく、シックな感じですね、おしゃれな感じになっているのかなと思います。去年のでもウェアの形とか、まあ、デザインですよねとか、表面のこうデザイン、あとはロゴの雰囲気とかによって結構スッとしたかっこいい感じだったんですけど、さらにそこら辺のを洗練させたっていう感じになっています。はい、そこがまず1点目ですね。はい、2つ目はこれね、僕結構ありがたいなと思ったんですけど、襟というよりフードですね、フードのついている位置がですねちょっと上になりました。これ分かりますかね、ここのフードのついている位置がだいたい鎖骨ぐらいからこう開いてったんですけど、それがもうちょっと上10センチぐらい上がってますね、うん、そう10センチぐらい上がってるので、フードをかぶった時のこの感じっていうのがこうペラッと開かない、あったかい感じになるんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、そしてロゴですね、ロゴが新しくなっております。まあ、大きく変わってるっていうよりは配置ですね、去年のものはこういう感じで横配置ですね、文字とロゴが横に配置されてたんですけど、今年のものはちょっと大きくなって、ロゴが上そして文字が下みたいな上下配置になってます。そしてエンボス加工がちょっとこう強くなったような感じですね、ゴツッとした感じにはなってます。色も若干違いますかね、もうちょっとこう黒っぽくなったんで、よりウェアに合わせたようなデザイン色味になってるような雰囲気ではあります。はい、でそしてソーラーコアのロゴですね、去年これはなかったものなんですけど、前のここのジップのところですね、まあ閉めるとわからないんですけど、ここにソーラーコアのロゴが、これも刺繍で入っております。ちょっとこう贅沢な感じになりましたね、うん。そしてカラーバリエーションということで、去年はですね、まあ、上はもうブラックなんですけど、去年はパンツもブラックしかなかったんですが、今年はこのグレー、パンツが2色展開になってます。はい、まあ、ブラックもいいなと思ったんですけど、ちょっとあえてね、何でしょう、こう上と下のカラーが違うのもいいなと思って、僕はグレーを送ってみてもらいました。はい、ちょっとこれもね楽しみです。さあ、じゃあということでちょっと一回ね着てみましょう。